カナダの携帯電話メーカー、リサーチ・インモーションが開発した、ブラックベリーシリーズのスマートフォン。タッチディスプレイと縦型スライドのクアーティ配列のキーボードを搭載しており、OS はブラックベリー OS を採用している。アメリカでは AT&T 社が2010年8月3日に独占的に発売を行っている。これまでに発売されたブラックベリーの形状とは異なり、 タッチパネル縦型のクアーティ、スライドキーボードという珍しい形状となる。スライドキーボード搭載をすることによりディスプレイは大型化することが可能となり、3.2インチの 480X360 ドットのディスプレイとなっている。ソフトウェアは旧機種と比較して大幅に改良され、iOS や Android 端末を上回る SNS 機能や、 検索機能を搭載していると言われている。開発コードは足りでいが、日本では2011年の春時点では発売されていないが、SIM フリー版が発売されており、NTT ドコモの SIM カードを挿入し利用することが可能となっている。この端末の販売は、RIM の最高経営責任者、マイク・ラスリディスの2010年の最新の オペレーティングシステムブラックベリー6に対する基調、講演の中で話されたことにより、次世代機種はタッチディスプレイとクワーティキーボードの採用が予想された。またプロトモデルの画像は2010年の初夏に発表された。正式名称が発表されるまでは、仮にボールド9800または9800スライダーと呼ばれていた。その後、8月の正式発表時に、 トーチ9800と正式に命名された。リサーチインモーションが2009年に買収した WebKit ベースのブラウザを採用している。トーチ9800は史上最高のブラックベリーとして販売されたが、サイト PC ワールズのジニー・ミエスなどは以前のブラックベリーとの決定的な差が見つけることができなかった。先行して市場に出ていた。 iPhone 4や Motorola Droid X と比較して全時代的な仕様でだったことである。当地に採用された 624MHz の CPU クロック数は iPhone 4や Motorola Droid X の 1GHz と比較して低速。480X360.3.2 インチのディスプレイは iPhone 4の3.5インチ 960X640。 ドット、モトローラドロイド X の4.3インチ854、480ドットと比較した場合に、小型で、低解像度であることが批判された。サイト、Cnet S の、ボニーチャは、インターフェースの改良、検索機能、ブラウザやマルチメディア機能の改善を認識。また彼女はいくつかのソフトウェアのアップデートができることを評価した。リサーチ・インモーションは、 この機種の CPU がより新しい世代を使っていると発表し、同じブラックベリー6の場合、旧世代の CPU を載せているブラックベリーボールド9700と比較して1.8倍の速度で動くとしている。アブムテチン氏ではリサーチ・インモーションが発表したことを認識。分解してみた結果、CPU に複差940を使用していることを確認し、 ブラックベリーボールド及びブラックベリーボールド9700とは対照的に45ナノメートルテクノロジーで作られた CPU を使っている。そのことは処理能力向上に貢献している。アナンテックは採用された液晶を評価し、太陽が手屋外でウェブページなどが見やすい機種の一つで iPhone4 との違いは明らかとしている。また、コントラスト比も非常に良いと評価した。 ブラックベリーのケビン・マイケルックは、どのようなスマートフォンユーザーにも、勧められる機種であると、非常に良い評価をに行った。また、ブラックベリー6の採用、タッチディスプレイ、ウェブキットベースのブラウザーを評価した。反面、HD 動画の未サポート、オパングルの未対応を評価しなかった。ブラックベリー9800、ありがとうございます。